内藤多重は、日本の構造家、建築構造技術者、建築構造学者、一級建築士、耐震構造の父と評される。名古屋テレビ塔や東京タワーなど、鉄塔の設計を多く手掛け、東博士とも呼ばれている。日本建築学会長、日本地震工学振興会会長などを歴任。東京タワー、山梨県中駒郡、坂木村出身。 旧制高府中学、第一高等学校を経て、東京帝国大学入学。最初は造船学を専攻していたが、日露戦争後の造船不況を考慮して建築学に転校。佐野力に指示した。1910年に東京帝国大学卒業。1913年に、早稲田大学教授。1917年から1918年。 アメリカへ一年間留学。旅行用トランクの仕切り板を外して積んだためトランクを壊してしまった体験や船の構造から着想を得て、帰国後に耐震壁による耐震構造理論を考案した。1924年、加工建築耐震構造論で工学博士号を取得。この耐震構造理論を用いて、耐震壁付き鉄骨鉄筋コンクリート構造の 日本工業銀行本店や歌舞伎座、実業の日本ャビル等の構造設計を実施。工銀の竣工3ヶ月後に関東大震災が起こるが、丸の内にあったアメリカ流の鉄骨造りビルが大きな被害を受けたのと対照的に、工銀が無事だったことで内藤の理論が実証された。また、匠良公務課の食卓として、 昭和12年春工の落部庁舎の設計に関わった。戦後は東京タワー、二大目通天閣など多数の鉄骨構造の電波塔、観光塔の設計を手掛け、塔博士とも呼ばれた。4000メートル塔の構想もあり、図面を残している。次男、内藤太郎も構造設計の道に進み、日本建築石産協会顧問。 1970年8月25日9時5分、第一国立病院で死去。84歳。遺骨は、玉霊園内にある内藤家の墓地に埋葬された。墓地の右側には、墓地が左側に銅像と検証器がある。唯一の趣味が脳であり、自ら演じた。脳を演じるのと、構造設計とは同じくやり直しが効かぬところに、 無限の味わいがあるとは大中本人の言葉である。内藤が作成する構造計算書はかなり省略や飛躍が多いため、専門家の間でもわからないという表がある。計算の進め方は1枚の写真の前次第のカレンダーの裏に銃断面を描き、左手に計算弱、右手に万年筆で、上の座端から柱、量、商板、壁などリスト風に箇所箇所に、 断面のスケッチを描いていき、楽譜のようにスケッチを仕上げ、図表も公式も神業のような速さで済ませていたという。いろいろと注文をつけられる場合は、大抵言われる通りにデザインを変える。機能上、どうしても儲けられない時は残酷だねと述べて、計算のやり直しをする。耐震構造は平面と断面の全体を飲み込まれてから方針を決められることが多く、 思考が始まると現場をしばしば訪れた。この時各所を丹念に調べ、補助筋のようか不要を確かめ、補助筋は大抵10%を超えない。鉄骨の材を被覆なく水平に大きく使用する方法を採用する例も多く配慮は加工に限らず、基礎はことのほか厳重であり、これは基礎下の土質の状態やシートパイルの金結など、 耐震考慮のため何回となく考え直すことがあり、悔いだの日などは1日中現場から離れず見ることもあったという。以下の年には、春光年でないものと春光年のものが混在する。ありがとうございます。